困りました。リビングの照明を消します。そうすると今家の中に置いてありますこちらのアロマディフューザーとダイソンの扇風機がつきました。ですので家に着く頃には家の中がいい匂いになっていて快適な状態になっているっていうアロマを消して、困りました。アロマディフューザーを止めます。家の半径 500m に近づいたらそれをきっかけにエアコンをつけていく、そういうこともできますし、あとは今はないですけれども将来的には駅の改札のピッっていうのをきっかけにしてそれでエアコンをつけるとか、そういったこともできる世界になっています。開きました。そうすると今電気がつきました。ですので仮に一人で帰ってきても自然と家の中が明るい状態になる、番号を押して開ける、あとはスイカとかカードをかざして開ける、あとはスマートフォンのアプリで解除ボタンを押して開けるという3通りがございます。蓋を外すと電池があって、これで動いております。大体これで10ヶ月ぐらいの寿命があります。角型の電池というものがありまして、これをここに当てます。そうすると一時的に電源が復旧して操作ができるようになる。ハンズフリーキーと呼ばれるタイプのものです。ポケットの中に入れた状態で大丈夫です。そうすると今通信が行われて世界中がカメラがですね、4台この家には付いておりまして。本当だ。こんな形でリアルタイムでちょっと時間差ありますけど見れたりだとか、あとは今 LINE なんですけれども LINE の方にこのように出てくのも見えるんだ、送られてくるといった、これもセンサーなんですけれども、これはドアにつけるものです。ドアが閉まった、閉じたっていうのが分かるものです。防犯目的にも使えますし、あとは見守りなどにも使えます。これを開閉するとこのように開けました、閉まりましたというのがリアルタイムで通知をされます。一人暮らしの方の家に設置をしておいて、例えばその方のトイレに設置をしています。その方が5時間開閉なかったら、あ、何かあったのかな、電話してみようかなっていうようなきっかけに使うとか、これはですね、大体5年間バッテリーを持ちます。ボタン電池が入っておりまして、こちらのアプリ上で電気残量が減ってきたっていうのが注意されております。エコの観点でお話をしますと、このような形でドアの開閉の状態が分かりますので、エアコンついた時につけた時に実は2階のドアが窓が開いてたとか、そういったところもアプリ上でしっかりと分かります。電力が見える化できるようになっておりまして、どういった家電をどれくらい使っているのかというのがこのように時間別に分かれる。スマートフォンで応答することが、宅内でも応答できますし、最近だと外にいながら応答ができます。宅配ボックスに荷物を入れてくださいといった指示が出ています。